ピオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ピラーハボブズチョイスエンポリウムということで、最後のエンポリウムっていう単語がわかんないから調べてみたんですよ。そしたらね、商業複合施設って出たんですよ。なんでこのコース、ボブが選んだ花の店ということになるんじゃないんでしょうか。間違うと思うんですけどね。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.38%。 まあ花の店だからね、たくさんのパックンが出てくると思うんですよ。そして花と絶叫する未来しか見えません。はっ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 、花もう速攻花って言ってしまいましたよ。開幕からエネルギーを使わせやがって。もうやめていいですか、疲れたんで。じゃあここは右と左、左がすごい怪しいな。こっちは何があるんだろう、隠しブロックとかないのか。大丈夫ですかね、どっちなんだ。いや、なんもない感じか。じゃあ進んでいくね。そこは花を出せ。いや、すいません皆さん、30コインの方が罠だって分かってました。どう考えたって怪しいでしょこんなの。誰が行くんだこんなとこ。さあ右の土管に入っていきますか。次は中間ポイント、あ、ここはピンクコイン用コースか。じゃあ左から入っていこっか。なんかさ、この上なんかそれぞれ違う見た目してるよね。なんかイメージしてんのかな、こういう感じのコースですよって。イメージと違うやんかー。いや、ここの左のイメージと違うよね。レミーはせめてあの左の枠の中にレミー置いててほしいんですけど、まあ置いてたとしてもね、どうせ引っかかってたと思います。じゃあここの花、近づいたらやられるんでしょうか。やられる気配はないね。じゃあ下から行ってみよう。下から行って、この P スイッチは踏まなきゃ右に進めないと思うんですよね。踏んですぐ右に行く、これで合ってる。この P スイッチ踏まなきゃいけないとか、そんなんかな。一旦このまま進んでってみようか。そしてこの下、土管があるんじゃないの。ほら来た、熱い熱い。いや、裏は疲れたね。このとか絶対正解だと思ったんだけどな。じゃあ、あのとか無視してこのまま先に行こうか。え、ファイヤー、この四角の枠がファイヤーみたいな。いや、違う花だってそれは。え、土管の中入れんのかな。入れない。フラワーどこにあったんだろう。あ、わかった、多分さっきのパックンが出てきたところ、ここにフラワーがある。ナイス、そういうことね。まあヒントでわかったんですけど、この下の土管は入れなかったもんね。じゃあここで氷ブロックを溶かして上に行きたいと思います。こっちで合ってんでしょきっと。チビになれなきゃいけないってか、どうやってチビになればいいんですかね。この上の四角の枠怪しくない、これなんですかね。テレサ、うわ、どうしよう。あ、わかった、溶かしてバックでちっちゃくなっていけってことね。なるほど、じゃあテレサ、え、ちょっと待って、邪魔しないで。待って、テレサめっちゃ困ってるじゃねえか。かわいそうでしょテレサが。何よりも一番かわいそうなのは僕だってことを分かってるんですか。皆さん、もう謎は全て解けました。このパックンに当たってちっちゃくなって上に行けと、そういうことだと思うんですよ。さあ行きますか、マリー。このまま夢の彼方まで連れてって、ここでチャカーンしていいんでしょうか。チャカーンって何ですかね。ダメじゃねえか。いや、いいのか。で、ここはどうすればいいんだろう。一旦壊して、左、こっち気になるよね。こっち進んでみよっか、何かあるんだろうね。絶対変わる、絶対赤変わる。あ、変わんないね。じゃあコインまで取ってってみる。コインまで取ったら変わるみたいな、そんなシステムかな。どうなんでしょう。一旦行ってみます、このまま右に。いや、変わりそうな予感がしないね。大丈夫、ここで一旦チビになって、ここでもう一回メットかぶれないで、じゃあこのまま下に降りていい、そういう感じでしょ。頼む、このままピンクイを取らせてくれ。ミキを信じます。ナイス、うますぎじゃない今の。熱い熱い。今のパックン回避めちゃくちゃうまかったよね。それじゃあ次は真ん中のドアに入っていきたいと思います。次は何が来るんでしょうか。それは反応できるか。じゃあこのドア入ったらすぐバネを避けろっていう感じで、さあ右と左どっちでしょうか。左行ってみる、こっちが怪しくない、何があるんだろう。いやー、じゃあ右側から、右側のハテナブロック叩いてみようか。これは、なるほど、ボム兵が出てきて右に進めるっていうわけで、ね、さあ進みますか。これ絶対下罠だよな。でも行っちゃうんですよ僕。これは何でしょう。ほんでこれは
邪魔すんなもう右に行かない。もう怪しいとこ全部行かない。今日はもう怪しいとこ全部行かない。一生行かない今の魚大丈夫か。これ右に行くのが正解なんじゃないか。じゃあここは一旦下に行ってドアに入ろっか。新耐久であってくれ。たまには新耐久来たよ。新耐久動けんパターンのやつ。こんなの新耐久じゃない。いやちょっと待って、このお仕置き部屋の劇場がどんなものか気になんない。僕がジャンプしてバブルを出したばっかりでやられてしまったんですけど、ちょっと見ていこっか。どんな感じでやられるんだろうと思って。あっつ、ここ金魚出てきたよね。この魚を避けてこのキノコを取って雲を抜いていく。さあ進んでいきますか。この線の通り動いてくれよ。頼む線の通り動いて。ナイス、線の通りじゃないけど行けました。さあここでチビになって下に降りる。矢印を信じてこの真ん中で降りる。あっつあっつあっつ。そしてどうすればいいんだろう。ここでも一旦チビになって進めっていう感じかな。そうでしょう。チビがないと進めんもんね。ちょっとかみそうになりましたけど、ここはいいのか。本当にこのまま進んでいいのか。右にダッシュしていきます。来た、これは赤コインゲット。さあ2つ目ゲットできました。それじゃあ次は一番右のドア行きますか。デカキノコがあるね。デカキノコが鍵となってるようなステージなんかな。まず跳ねる人があるけど、真ん中見えてるんだよな針が。こんなのは引っかからないよさすがに。どうすればいいんですかな。ここ隠しブロックあるのかな。あ、隠しブロックでなんかやられるやつ出てくるでしょ。なるほどね。じゃあここのリフト触るなっていうことだろうね。そしてこのまま下にどんどん降りていく。ちょっとビビってしまったけど、このトゲメットに大丈夫、一応バネはかわせたね。さあ進んでいきますか。トゲメットかわいそうにやられてしまいました。そしてこのハテナめっちゃ気になるな。デカキノコダメって書いてるね。一旦叩いてみる。デカキノコが出るみたいな。一旦取ってみようか。このダメがダメ何を言ってるんでしょうか。じゃあ一旦下降りてみる。こっち怪しくない。うわ死に耐久じゃないの。でもさ、ここ上に行けるよね。ほらこのまま上行ってみよっか。上が正解であってくれ。頼む。うわ攻めマジかよ。じゃあやられるしかないってこと。あ、このトゲメットも当たれないんだね。っていうことはこの耐久を処理しろということですか。しかも無音じゃねえか。スライダーの音楽かけてくれよ。頼むってくっそ、これキッチン右行けんのかな。黙れ友達だろ、頼むって。なあ右に行かしてくれよ、お願いだから早く右に行かして。何をやってんだマリマジで行ける、全然行けないんだけど。今ね右押しながら A 連打してるんだけど。来ましたじゃあここキノコ取らんで上に進めっていうことだったね。このまま先に進んでみようか。そしてここは上か下か、一旦ジャンプしていい。ジャンプ、何、え、え、上に行くのが正解。あ、なるほど、ブラパを出してたらいけないっていうことね。最近ね新耐久少しずつあると思うんだけど、求めてるのとなんか違うんだよね。自分がどんなん求めてるのか分かんないんだけど、なんだろうねこの感覚、分かってじゃあここのハテナ叩きます。何ですかね、コインか。はだじゃあここキノコを取ってチビになって早く左に行こう。このまま花より早く、ナイス。そしてこのオンオフをしてすぐ左に行くで合ってるでしょう。いや大丈夫、この土管入ったら罠だったよ。多分上で合ってる、そうでしょう。うわどういうことだろう、オンオフをしてここに入れみたいな感じなんかな。あーやっぱそういう感じだよね。オンオフしないとここに来れてなかったもんね。さあラストのドア入っていきますか。これでゴールできるんでしょうか。なんかやばいよ、いろいろとやばいよ。大丈夫、このまま鍵は手に入れていいのか。じゃないんだって、どうすればいいのよ。ここなんか書いてたよね、上。もう一回上行って見ていい、なんか文字書いてたんだよね。キーです。ということはさ、鍵取ったらいけなかったってこと。どうなんだろうね。いや、やらさせてくれよ。これも新耐久の一環かな。でも一旦これでさ、あ、やっぱり変わってる変わってる。どこに行けばいい、上に行けばいい、それか右に行けばいい、どっちだろう。一旦右行ってみよっか。あ、
右も鍵があるよ。なるほど、ここでもう一回三つ鍵を手に入れてファイヤーを、うわブブブ言われた。大丈夫か、この状態で行っていいのか。やられるだけなんかな、どうなんだろう。皆さんもうゴールできると思います。フラワーさえ取らなければ右側のゴールバーに触れれたよね。だってこのチビ状態のまま右に行ってゴールができるのか。上はなんもないか、このまま大丈夫。あ、花がかわいそうだろなかなかゴールさせてくれないね、ゴール目の前なのに。じゃあ次こそゴールするよ。この辺でツタが出てきたよね、ジャンプ一旦しておこうか。そしてツタが出てきてこのツタに登ってゴールできるっていう感じが、うわ絶対まだある、なんかまだあるだろこの辺で。大丈夫か、右に行くよ、右に進んでゴールさせてよ。あーくっそくっそくっそ次こそ行く、絶対に行く、ダンボ来るだよ、絶対にダンボ来るだよ。こっからジャンプして、いや大丈夫、こっから左にジャンプして、こっから右のゴール前に触れる。いやどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。申し訳ないんですけどコース名は何て読むか分かりません。っていうかさ、読める人いるの？この動画見てる方でほとんどの人が読めないよね。なんでみんなが読めなかったら僕の勝ちだね。最近黙った方がいいんじゃないかなと思うんですよ僕大丈夫かないつもこんなわけわかんないこと言って。まあまあそれじゃあ本題に入っていきますか。でサムネを見る感じじゃレールがあって真ん中にちくわブロックがあると思うんだけど、あのちくわブロックを降りて右に進んでゴールができるっていう感じだと思うんですよ。一見めちゃくちゃ簡単そうに見えるけどクリア率が 0.37%、 まあ何かしらのゴール条件があると思うんだけどね。それじゃあ早速やっていきますか。あ、やっぱりゴール条件あったね。一回地面から離れたら着地しないでゴールかっていうことはジャンプをするなっていうコースだね。でも真ん中のさちくわまで行けばレール判定受けないんじゃないのかな。レール判定って何、とりあえずはぁ、いやはぁじゃねえんだって。ちょっと待ってね、このちくわブロックの上で止まることができなかったんだよね。ほらちくわブロックの上もレールが動いてる感じになってんの。ようやくこれの難しい意味が分かったね。ということはこのちくわブロックの真ん中でとどまっておいて下に行けっていう感じだと思うんですよ。それが難しいんだよな、あれいやこれマジで繊細だね。じゃあ今から繊細キングで行きたいと思います。超繊細で行くよ、声も繊細で行くからね。真ん中、真ん中らへんだよ、真ん中、右に行っちゃダメだよ、右に行ったらダメだって。うわむずっけ、こんなに難しい一発マリオ久々にしたかもしんない。この真ん中でとどまっておくのがマジで難しいんだよね。絶対に右に行っちゃうの、右に行ったらダメだよいやそれはもっとダメ、ちくわブロック落とすのはもっとダメ。一緒に行かなきゃマリー、一緒に行かなきゃ、一緒に行って思う、怖いんだって右に行くのが。次こそ一緒に行きます、くっそおっしゃ。これねちくわブロックの上があるじゃん、あのちくわブロックの上がどっから右に進むかわかんないんだよね。あ、行けたいけることができました。めっちゃたまたまだと思う今の。どうもご視聴ありがとうございましたこの動画が良ければグッ、いやちょっと待って、一発マリオ名人スペシャル TV マガジンの名において、あんなたまたまは許されませんね。せめてちくわブロックがどっから右に行くか調べてみたいよね。真ん中は、あ、もう真ん中に乗った時点で右に行くんだよ。なんでちくわブロックを落とすまで右ダッシュしておくじゃん。そしてちくわブロックが落ちる時になったら真ん中行って左、今のはクリアでちょいやでもなかなか悪くない感じだよね。このちくわブロックを落ちるときに真ん中行って左、ほら来たどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。